どうも、鼻ふさ皮膚科鼻ふさです。今日はイソトレチネインっていう飲み薬と組み合わせちゃいけない薬とかつけ薬治療方法について解説していきたいと思います。イソトレチノインっていうのは今非常に飲んでる人が増えてると思うんですけど、組み合わせていいのかな悪いのかなって結構迷う人多いと思いますので、今日はダメなものについて詳しく説明していきたいと思います。もし今日の動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。イソトレチノインっていうのはもともとは重症ニキビとかなかなか治らないニキビの治療として用いられていると思うので、ニキビのつけ薬とか飲み薬との併用が気になっている方が多いと思うんですよね。ニキビと組み合わせてはいけない薬一つ目、これはね絶対覚えとかなきゃいけないっていうのがテトラサイクリン系って呼ばれる飲み薬なんですね。テトラサイクリン系っていう飲み薬もニキビの治療でよく処方される薬なので、その2つは一緒に飲んではいけません。どうして一緒に飲むといけないかっていうと、イソトレチノインとテトラサイクリン系の飲み薬一緒に飲むと頭蓋内圧、脳の圧がちょっと上がっちゃうからって言われてるんですね。その結果頭痛が起こったり吐き気が起こったりするので注意しなきゃいけないって言われてるんですね。なのでその2つの組み合わせっていうのは絶対やめておいた方がいいと思いますね。テトラサイクリン系っていうとミノマイシンとかビブラマイシンが非常に有名ですけど、それぞれジェネリックって言って後発品もあるし、あとアクロマイシンっていうのもテトラサイクリン系ですし、必ずテトラサイクリン系じゃないかっていうのをチェックした方がいいですね。それでもしテトラサイクリン系の飲み薬を飲んでて次はイソトレチノインに移行したいとか、逆にイソトレチノインを飲んでいてテトラサイクリン系の抗生物質の方に移動したいっていう場合はどれぐらい間隔を空けたらいいのかっていう問題が出てくると思うんですよね。これも薬物動態、体からどれぐらいで薬を消えるのかっていうのを考えると、テトラサイクリン系の抗生物質の飲み薬からイソトレチノインに移動する場合は1週間ぐらい空けると確実ですし、逆にイソトレチノインからテトラサイクリン系の抗生物質に移動したい場合は2週間ぐらい空けると確実だっていうふうに考えていますね。だからそれぞれ1週間2週間間隔を空けて別の治療に移動すると安全だと思いますね。イソトレチノインとニキビのつけ薬は併用していいのかっていうご質問が次に多いんですけど、ニキビの治療の薬つながりで両方手持ちがあるっていう方はいると思うんですよね。今回はねちょっと混合診療の問題に関しては割愛して、イソトレチノインとニキビのつけ薬の医学的な安全性について解説していきたいと思います。まず一つ、抗生物質のつけ薬、例えばアクアチムとかダラシンとかゼビアックスとか、こういった薬はイソトレチノインとの併用は OK です。安全性に問題がありません。次にベピオですね、過酸化ベンゾイルの類に関しては肌が荒れない限りは併用しても問題ないです。最後にリフェリン、アダパレンの系統ですね、こちらに関しては若干注意っていうのが医学的な見解になりますね。これどういうことかっていうと、イソトレチノインっていうのは活性型のビタミン A であると、リフェリン、アダパレンもビタミン A の類似物質になりますよね。なので似通った成分を飲んでつけるっていうのをやるとビタミン A の反応、いわゆる A 反応っていう皮むけとかカサカサとかそういったものが強く出る可能性があるんですよね。だから併用する場合は禁忌とは言わないまでもちょっと注意が必要っていう形になってきますね。リフェリンだけじゃなくてエピデュオも同じですね。エピデュオもアダパレンを含んでる物質なのでエピデュオも注意っていう形になろうかと思いますね。なので話をまとめると、ニキビのつけ薬に関しては抗菌薬を含んでいるもの、アクアチムとかダラシンとかゼビアックスは併用 OK、 過酸化ベンゾイルもまず OK、 ただビタミン A 類似物質、アダパレンを含むものに関しては併用は注意が必要っていう形になりますね。次にイソトレチノインと注意しなきゃいけないのはステロイドの飲み薬なんですね。ステロイドの飲み薬、プレドニンっていう形で処方されることもあれば、抗ヒスタミン薬との合剤としてセレスタミンっていう形で処方されることもあるんですけど、要するにステロイドの飲み薬とイソトレチノインっていうのは併用に関してはねちょっと注意が必要なんですね。どちらもごく短期間であればそんなに問題ないかもしれないですけど、通常どちらも長期で飲むことが多くて
イソトレチノインとステロイドの飲み薬、長期で飲んだ場合は骨粗鬆症のリスクが上がってくるって言われてるんですね。要するに骨が脆くなるリスクっていうのが報告されていたりします。その他どちらも高脂血症、高コレステロール血症のリスクになりますし、一緒に飲むときは必ず専門医の意見を聞きながら慎重に進めていった方がいいっていうふうに思いますね。イソトレチノインの飲み薬とステロイドの飲み薬の併用、絶対ダメっていうわけではないんですけど、血液検査などをしながらかなり慎重にやっていった方がいいっていうのがこの2つの組み合わせですね。ステロイドのつけ薬に関しては併用はそんなに問題ないです。その他にイソトレチノインとの組み合わせ、注意しなきゃいけない薬が複数ありますね。例えば同じビタミン A の仲間の薬、ビタミン A のサプリメントもそうなんですけど、その他シガソンっていう飲み薬もありますし、同じビタミン A の仲間の飲み薬を一緒に飲むとどうしてもビタミン A の副作用が強く出やすいので、そのあたりの併用っていうのは注意が必要だし、基本的にはやめておいた方がいいっていう形になりますね。それ以外にもリウマチの薬とか血友病の薬とかで一緒に飲んじゃダメな薬があると思うので、やっぱりなんか他の薬を飲む場合は都度医師に相談しながら飲んだ方がいいっていうのがイソトレチノインの特徴になりますね。次にイソトレチノインと漢方薬の飲み合わせに関してなんですけど、こちらは特に悪いっていうことは報告されてないです。イソトレチノインと漢方薬併用することの弊害っていうのは今のところ報告されてないので大丈夫だと思いますね。特にニキビ関係の十味杯毒湯とかと一緒に飲んでいいんですかっていう質問は結構多いんですけど、そこは問題ないと思っていただいていいと思いますね。次に治療との併用っていうことが問題になりますね。イソトレチノインとその他の治療、例えばフォト治療とかケミカルピーリングとかと併用が問題になるのかっていうこともあると思うんですけど、これに関してはね、実は別動画もあるのでそちらを見ていただくといいかもしれませんけど、さらっと申し上げておくと、大きな傷ができる治療とか深い傷ができる治療、あとは大きな手術なんかはイソトレチノインを飲んでる間は避けた方がいいっていうことなんですけど、普通のフェイシャルメニューとかであれば大概は併用して大丈夫です。イソトレチノインとの併用が大丈夫な治療法としてはフォトフェイシャルとかシミのレーザー、医療脱毛、あと日本で行われているようなケミカルピーリング、ダーマペン、ポテンザ、フラクショナルレーザー、このあたりは併用していただいて問題ないです。ただほくろのレーザー治療、これは深く削りますよね。これは一緒にやらない方がいいし、 TCA クロス、これも深い傷ができますよね。これもやめておいた方がいい。あとは顔のフェイスリフトの手術とか、大きな傷ができるような手術っていうのは一緒にやらない方がいいって言われていますね。その理由はやはりね、傷が残りやすくなるからなんですね。イソトレチノインによって傷の治りが悪くなって結果傷が残りやすくなるからっていうのが根拠になっております。例えば急な手術でお腹を開ける手術をやんなきゃいけないとか、そういう局面においてはイソトレチノインを飲んでても手術の方を優先しなきゃいけないので、手術をやって終わったら傷が治るまでイソトレチノインをやめるっていう対応で大丈夫ですね。先生、他のビタミン系のサプリメントとの組み合わせはいかがですか？そうですね、さっき言った通りビタミン A だけ注意すれば後の組み合わせっていうのはそんなに問題ないので、通常量であれば組み合わせてもらってもいいっていうことになりますね。なのでビタミン B とか C とかのサプリメントとイソトレチノイン一緒に飲んでいただいて OK っていう形になりますね。今日はイソトレチノインとの併用がダメな薬、ダメな治療についてしっかりまとめてお話しさせていただきました。もし今日の動画がいいと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。